私たちはロワール川周辺に来ています。シュノンソー城です。左側の建物が本宮殿の側面、右側にある塔がマルクの塔です。シュノンソー城の正面です。バルコニーからの眺めです。カトリーヌ王妃が作った庭園です。こちらはヘンリー二世の愛人デアスド・ボアイテが作った庭園です。バルコニー前のロビーです。ロビーの暖炉の上にマリア像がありました。礼拝堂です。アンリ二世の愛人デアースド・ボアイテの寝室です。デアース・ボアイテです。彼女はアンリ二世の父親の愛人でもあったので絶大な権力を持っていました。仮の女神の姿をしたボアイテの肖像画です。豪華な暖炉の上にあるレアース・ボアイテの肖像画です。この H の字はアンリ二世のシンボルです。これはカトリーヌ王妃のシンボルです。この H と C を組み合わせたマークはアンリ二世とカトリーヌ王妃のシンボルです。この回廊の下はシェール川が流れています。ルイ14世の広間です。18世紀の半ばに活躍したカール・ファン・ローの三美神です。フランソワ一世とその王妃の紋章が入った暖炉です。
暖炉の横にある肖像画はルイ14世です。調理室です。この部屋も窓の外は川です。シュノンソー城はこのように川の上に立っていました。デアーヌ・ド・ボアイテの庭園です。